衆議院予算委員会では今年度の二次補正予算案の審議が行われ、野党側は中小企業などを対象とする持続化給付金の支給の遅れについて安倍総理大臣を追及しました。給付の遅れによってもう倒産したり廃業したりするそういう人が出てくれば、これは明確に人災です。責任をお感じになりますか。市長としておられる方々がまだ残念ながら支援が届いていないという現状も、ご指摘のような現状もあるんだろうなと。国民民主党の玉木代表の追及に対し、安倍総理はスピーディーな給付が大切だとして、給付が滞るようなことはあってはならないと強調しました。二次補正予算案は午後の衆議院本会議で共産党を除く各党などの賛成多数で可決され、参議院に送られる見通しです。